ラスウェルガス修道院カイローサンタ、マリアデラスウェルガス王立修道院は、スペインカスティーリアイレオン州ブルゴス県ブルゴスにあるカトリック首都会の修道院。ブルゴス市街地の西方にあり、アルランソン川から多少離れている。かつては、ラスウェルガスと呼ばれた草原であった、平らな土地の上にある。修道院のあった場所には、かつて小さな宮殿があった。カスティーリア王アルフォンソ八世と、 王妃レオノールは1187年6月、死党会の女子修道院を創設した。王妃レオノールは少なくとも修道生活において女性が男性と同等の責任と監督できる基盤を持たせようと努力を重ねていた。ローマ教皇クレメンス3世は挙げられた新たな修道院創設の誓願を直ちに認可した。王たちは修道院の重要な資産となる。 約50カ所の土地を寄贈した。それは、冒険家において、検証を保持することであった。市東会も、フランスの偉大なフォントブロー修道院と同一視して、ラス・ウェルガス修道院に機関としての権利を与えた。1199年、ラス・ウェルガスは、カスティー・ディアレオンにおける女子修道院の母修道院となった。修道生活は、1157年に、 イベリア半島発の首都開派女子修道院となったナバーラのサンタマリアでラカリダー修道院からやってきた修道所のグループによって始められた。初代は血統王女マリアソル時代の修道院長を務めたのは創設者となった国王夫妻の娘コンスタンサであった。修道院長は高い自治を保持し唯一教皇に依存する皇位聖職者であり教皇庁の上であった。 女性である修道院長は残悔を聞かずミサや説教を行わなかったがこれらの仕事を行う司祭を任命する権利を持っていたこの権利は神と使との名のもとで与えられていた修道院長は封建領主でもあった修道院長は54の村土地政府所を所有し通行税などを免除されていた修道院長は 自らが治める領地での独自の司法権を持っていた。すべての権限は数百年を経て19世紀まで侵されることがなかった。中世、修道院での儀式として王の体幹や騎士の助任といった重要な祭事が行われた。助任された騎士の中には、フェルナンド3世、イングランド王エドワード1世、アルフォンソ11世、ペドロ1世、フアン2世らがいる。 アルフォンソ11世とその息子エンリケ2世は修道院にて体幹式を行った。修道院は王家や貴族の霊廟ともなっており、その多くは半島戦争時代に侵攻してきたフランス軍に荒らされた。今日もラスウェルガス修道院は死闘会の修道所によって運営されている。修道院は規模が大きく複雑な要塞のような建物である。 これは、何、世紀にもわたって、宮廷管理や、聖職者の部屋、学校など多くの部屋を付け足してきたためである。最古の部分である回廊は、ロマネスク様式である。その他3、フェルナンドの回廊は、ゴシック様式であり、ボールとは、ムデハル様式の漆喰である。ラスウェルガス写本は、14世紀初頭に書き写された、もので、アルスアンティクア時代の中世音楽作品が、 記されている。ありがとうございます。